下村健一は、日本のジャーナリスト、キャスター。市民メディアアドバイザー、白鴎大学教授。下村健一事務所代表取締役社長。内閣官房内閣広報室内閣審議官。東京都町田市出身。東京都立立川高等学校を経て、東京大学に入学。在学中には、菅直人の事務所に出入りし。 選挙の手伝いをしていたことがある。1985年3月、東京大学法学部政治コース卒業。1985年4月に、TBS に、一般職採用として入社し、報道局アナウンス班に配属。同期は、草壁正樹。ニュース、報道系アナウンサーとして、ニュースキャスターリポーター、特派員として活動。 1989年4月から深夜ラジオ番組スーパーギャング火曜日のパーソナリティを担当した。サブタイトルにティーンズダイヤルと掲げ、主に10代から問題定義や社会に対する意見や不満など留守番電話に募り、それに対してまたリスナーから多くの意見を募るという形式であった。それらをまとめた本も出版されている。 放送は半年という短い期間であったが、下村にとっては、今でも印象深く、有意義だった仕事の一つであるとしている。1993年1月13日、ビッグモーニングの SOS100 円ダイヤル募金を企画。1993年6月には、男性のテレビマンとしては、業界初の育児休暇を取得した。 1993年10月から TBS 報道番組スペース J のサブキャスター兼リポーターとなり1994年に起きた松本サリン事件で警察に容疑をかけられマスコミに完全に犯人扱いされていた河野義行を継続取材し冤罪であることをスクープしたしかし同時期同じ TBS のワイドショー三時に会いましょうの TBS ビデオ問題が日本テレビによってスクープされ、下村のオウム事件に関する貢献は一気に薄らいだ。下村は TBS 社員として最後のお勤めと腹を決めて1996年ニューヨーク市局に転勤。地道なチーム取材で良質のリポートを出す高番組と自負していたが、オウム報道で異様に高い視聴率を取るようになったことが 結局、既存メディアを去る、決断の引き金となったと自身のサイトに書いている。1999年3月に帰国、がん退社し、フリーとなる。フリーとなってからは、規制の大手メディアでは、基本的に、短時間ではあるものの自主編集権のある、自己完結型コーナーのみ担当している。また、ノンプロによる地域のケーブルテレビやコミュニティ放送などの、 市民メディアの映像、音声リポート制作支援をライフワークと位置づけている。なお、全国の小中学校を回って、メディアリテラシー講座の講師としても活動している。1999年4月から、TBS ラジオ、中村直人とニュースプラザ内下村健一の目の付けどころナビゲーター。2000年12月から2002年3月まで、BS ジャパン、 ネクストステージキャスター。2001年4月から2003年9月まで、東京大学社会情報研究所客員助教授、及び非常勤講師として、メディア表現論等の授業を受け持った。2002年4月から、TBS テレビ、ミノモンタのサタデーズバット、の、ズバット、リポート取材キャスターを担当した。また、総合司会のミノモンタが、 不在の場合は代理総合司会を務めた。2004年3月3日、鳥インフルエンザ事件で、浅田農産に対するメディアのバッシング激しいさなか、自身のウェブサイトで、鳥インフルエンザの浅田農産会見を、あえて評価するというタイトルの記事を書いた。その中で、世間から叩かれる立場にいる人が、ここまで率直に語っている会見は、ケウだと思う。 なるべく無難な模範回答で逃げて、ひたすら頭を下げ続けて、嵐が頭上を通り過ぎるのを待とうというテクニックを、牢さず、質問攻めの日に油を注ぐことをも厭わず直球で、答え続けた、浅田の王さんのその姿勢を、この逆風化であえて僕は評価したい。失敗が重大であるからこそ、この会見の姿勢は、評価すべきなのだ。と書いた。しかしこのエールの回もなく、 浅田夫妻は自殺してしまった。ドキュメンタリー作家、森達也は、下村さんの HP のメッセージ、全文読みました。今のこの世界に、下村さんがいることが、涙が出るほど嬉しい。彼がどんな思いで首にロープを巻いたのか最後にどんな言葉を老妻と交わしたのか、自らを主語として想像できるメディアがあるのだろうか、辛いです。と書いている。 2004年5月から TBS テレビ筑紫哲也ニュース23内、それからキャスター。2010年9月末までにすべてのテレビ番組出演を降板。同年10月22日に韓改造内閣で内閣官房内閣広報室内閣審議官に就任した。2011年7月からは内閣広報室審議官の肩書きで、 TBS ラジオを通じて、全国放送される政府広報番組、制作情報鑑定発のインタビュアーを務めた。2012年10月、内閣での任期を満了。2013年2月、下村健一事務所を立ち上げ、代表取締役社長に就任。4月より、慶応義塾大学特別招聘教授、関西大学特任教授などで教弁を振るう。 2014年4月、白鸚大学客員教授に就任。ビデオジャーナリストの神保哲夫とは、異関係である。ありがとうございます。